瀬戸市立、信濃大小学校は、愛知県瀬戸市上信濃町線234にある、公立の小学校。瀬戸市立品の中学校の学区に含まれている。学区内には、名古屋学院大学瀬戸キャンパスや信濃台、カントリークラブなどがある。信濃地区は、瀬戸市街地から国道248号北東に、約4キロメートル進んだ場所にある。 岐阜県の東農地方との境界にあり、北側には愛知高原国定公園がある。大張地方最高峰の三国山も学区内であり、三国山は尾張国、三河国、美濃国の三国境となっている。紅葉の時期には多くの観光客が訪れる岩屋道までも遠くない。前身の学校は1873年創立である。1941年には、 瀬戸市立城盆屋国民学校に改称し、1947年には瀬戸市立城盆屋小学校に改称した。戦後の第一次、ベビーブームで瀬戸市立下盆屋小学校の児童数が増加したため、下盆屋小学校の学区だった中、品野地区の一部と城盆屋小学校の学区だった上、品野地区を学区として、1975年4月1日に、 瀬戸市上品野町1347に瀬戸市立品野大城学校が開校した。開校した1975年度の児童数は402人、1977年度の児童数は411人、1987年度の児童数は297人、1997年度の児童数は206人だった。校門学校の敷地に 東海環状自動車道を建設することになったため、1999年4月1日には、旧校舎の約200メートル南側にある、上品野町1234の現在地に移転した。2005年には、瀬戸市が隣接学校選択制を試行導入し、品野大小学校は、市内全域から通学できる特任校となった。 2006年10月7日には、瀬戸市立図書館の地域図書館事業の第一号となり、学校図書室の市民への休日開放が開始された。土日祝日の開館中は、司書が在館し、予約本の受け取りなども可能である。先進的な取り組みとして、図書館会でも取り上げられている。2007年度の児童数は140人、2017年度の 児童数は84人だった。1999年4月に移転した現行校舎の設計は日建設計。文部科学省と経済産業省によるエコスクール事業のパイロットモデル校であり、公共建築協会による公共建築省、日本建築家協会による自家環境建築省、東海建築文化センターによる中部建築省、 愛知県による愛知町並み建築賞などを受賞している。このため、教育関係者や建築関係者が多数視察に訪れている。2010年には、文部科学省が作成した先進的な校舎の事例集に取り上げられ、窓上部の日差しで日照量を調整する南向き教室が眩しくない、暑くない教室として紹介されている。瀬戸市では初めて教室や 職員室に壁に仕切りがないオープンスクールが採用されている。学校内で必要な電力の約1、4を賄う太陽光発電設備が設置されている。ほか、トイレの洗浄水に雨水を利用するなどの節水設備も設けられている。敷地内には70平方メートルの水田が設けられ、1999年度から田植え体験などを行っている。敷地内には のり釜も設置され、瀬戸焼で知られる、瀬戸市で唯一のり釜のある小学校である。毎年秋には、児童が制作した皿や人形などが調整される。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。ありがとうございます。